フィギュアに、スコップを取り付けたいと思います。ドラゴンのスコップなんですけれども、これをここにぶら下げさせるという加工ですね。ここが今ぺったんこに、なってますよね。ぺったんこになってますね。ここにちょうどつけるといいんですけれども、このスコップはですね、こういうのと同じようにこういうループでですね、ここのベルトの部分に引っかかってたんですね。ですんで、それをここの先に取り付けたいと思います。ループをつけるのには、まあ、いろんな素材があると思うんですけれども、今回はこのマスキングテープを使って作ってみたいと思います。で、マスキングテープもですね、1枚だけだとちょっと薄すぎるので、2枚重ねて、作業をします。そしたらこのマスキングテープをこう、まあ、このくらい伸ばしまして、で、しますよね。で、こう接着面を裏返してこう置いときます。そしてもう一個同じぐらいの長さを切り出します。切り出しまして、それぞれのね、接着面をこうベチャベチャしてる接着面同士を貼り合わせます。貼り合わせます。こんな感じですね。そしたらマスキングテープをカットします。ちょっと写しにくくて申し訳ないんですけども、まあ、適当な細さにね、こんな感じですね。細く切りまして、これを取り付けます。このスコップの裏もちょっとね、削って、曲面になってるんでね、ちょっと削ります。より密着させたいのでね、削って平面にします。マスキングテープを適当な長さ、ちょっと長い目でもいいと思うんですけど、にカットして、瞬間接着剤で止めます。お、普通の接着剤でこの辺かな、ちょっとねつけまして、でこれを持ってきて貼り付けると。でここに貼り付けて、こうですね。これでとりあえず装備品がひっつくまでほったらかします。その後でここを処理する感じですかね。スコップが動かなくなったらここを切りたいと思います。もうその刃をこう入れてグッと押してやればプチッと切れますんで、こうですね。で、こう切ると。切ったら、切ったら、あとは、瞬間接着剤を使って、裏側にね、ちょっと乗せて、乗せて、ギュッと。はい、これで出来上がりです。